こんにちは、速稼塾の久保でございます。なんかいろいろと外出する人が増えてきたみたいで、街中それからレジャータウンなどね、盛り上がってきてるっていう話をよく聞きます。で、今回ね、今ホームページ見たしていただいてるんですけども、丘の上のモネの家っていうね、ちょっと素敵なあのコテージといいますか、民泊をね紹介したいと思います。見るからにすごくいいでしょ。これ春にも何かの動画で紹介したんですけども、その頃の画像だと思いますけども、ちょっとねこう桜がバーッと映ってて、斜面の方にで青い空に白い雲が浮かんでるところがとっても綺麗ですね。だからこういうところにね、一晩二晩過ごせたらなんていいだろうって思いませんか。はい。で、記事、トピックスの方が並んでます。5月7日、11時22分のことですけども、ちょっとクリックしてみましょうか。手を合わせる、それだけのことだが、この瞬間に彼らは、あの心は、なんてこれ、深淵の淵、大宇宙の一つになっているように思う。すみません、深淵の淵っていう呼び方しちゃいましたけど、多分これね、もっとね、賢い言い方があるんだと思いますけども、すみません、なんか修正いただければと思います。まあ、とにかく気持ちはわかるなって感じですよね。うん。お食事の前に手を合わせることだけで、なんかすごいいい気持ちになるよねと。そして、それは、内側の宇宙につながってるっていうことなのかなと思います。あ、ここにね、素敵なカップルが食事をされてる場面があると思います。これはなんか、モデルさんというよりも、本当に来客された方が、このモネの家、ところでね、お食事を始めようかなと思ってるところだと思いますよね。それをなんか、あ、とってもいいなと思って、写真に収めたんじゃないかなと思います。はい、ちょっと一個戻って、5月5日、お客様の要望に合わせて、朝食は和食という形で書いてますね。わー、なんか美味しそうでしょ、とっても。ね。真ん中に映ってるのはあれは、あれですかね。かまぼこですかね。なんか練り物のような気がしますけども。いや、食べてみたいですね、これね。お味噌汁も、炊き込みご飯もすごい。あ、ちなみにね、タケノコをもらったんですよ。すごく美味しかったです。タケノコ、あとね、椎茸ももらいましたね。椎茸はまさにね、このホームページに関係する方から送っていただいたんですよ。これも別で動画があると思いますけども。じゃあ3つ目の記事、ゴールデンウィーク5月4日の女子会の模様をちょっと映してみますね。女子会、楽しい笑い声が自然の中に溶け込みますということでございます。テーブルを連結して、あ、いいですね、5人で楽しんでらっしゃるところ。うん、うわ、これヘルシーじゃないですか。景色もいいし、デザートも。なんか一説によると、食事の前ってデザートから取ると、なんかいいらしいですよね。まあいろんな説がありますけども。最初にこのヨーグルトを食べてね、なんか胃を落ち着けながら、メインをいただくと、なんかいいらしいということで。なんか太りにくいんですかね。はい。じゃあ一回ホームページに戻って、記事一覧を見てみましょう。記事一覧には、このように、更新された、日付とともにそれぞれの記事が並んでますけどもね、そのうちの5月の4日5日7日を先ほど一緒に見ていただいたわけなんですけども、ルームスというところ、まさにね、民泊ですから、どんなところに泊まれるのかなって気になるじゃないですか。むちゃくちゃおしゃれじゃないですか、これね。リビングというかダイニングというかね。はい、次、右側、寝室。わー、なんか見るからになんかあれ、山のコテージって感じですよね。あ、ちなみに私の住んでる町にはね、グリーンヒルズってところがありましたけども、まあ多くは語らないでおきますけども、思い出に残るところでした。ただもう行くことはないと思います。ここはね、何度も行きたくなるような、そんな佇まいですよね。あ、この暖炉もなんかあったかそうでいいですね。これから夏になるんですけども、夏の間も暖炉はなんか視覚的にかっこいいですよね。あ、キッチンもむちゃくちゃ広いじゃないですか。なんかね、住んでしまいそうですね、こんなところに。かっこいい、この字型のキッチン。チェックイン時間も書いてますね。はい、一個戻りましょうか。で、イングリッシュって書いてます。これは、私の得意分野です。英語。あ、文字はないですね、ほとんどね。よかった。だから得意なんだよな。はい、地図が書いてますね。おー、二八蕎麦って書いてますね。お蕎麦も大好きですからね、食べてみたいですね。竹下蕎麦って書いてますね。これが一つ目印になるってことかな。関戸神社とかありますね。すごい由緒正しい土地柄みたいに見えます。観光もバッチリですね、ここだったら。はい、アクセス、こちらです。茨城県でございます。いや、ここにもね、
ちょっといろいろ説明が書いてますんで読んでみてください。動画の概要欄にこのホームページの URL 載っけときますので、宿泊予約の方はこちらの方からメールでお問い合わせください。多分メールでね、何度かやり取りするとものすごくご家族スタイル、宿泊期間に合わせた、そして予算に合わせたプランを組んでくださると思います。モネの家、あ、この名前もいいですね、モネの家ってね。なんか泊まるだけで芸術家になったみたいで、で帰ってきたらね、どこ行ってたのって聞かれたら、あ、ちょっとモネの家に行ってきたのみたいな答えたらかっこよくないです、モネの家ね。え、モネ、私が知ってるモネの家っていうのはね、このノーチラス号のモネ船長っていうのがいましたけども、あれはネモ船長ですね。全然違いますね。はい、じゃあちょっと口が過ぎたんでこの辺にしときましょうか。ちなみに右上の方をクリックするとちょっと気になるんですけども、ホームページを無料で作成ってところがあるんで、ホームページ無料で作成、これもあるんですね。ちょっとクリックしてみましょうか。あ、なるほど、オウンドっていうね、素敵なサイトができるということで、私もちょっと作ってみようかと思います。以上です、ありがとうございました。モネの家、皆さん頑張ってください。Thank you.